ば綺麗、ビジュアル完璧、めちゃくちゃ綺麗、食べたら本当牧場が広がるようなぐらい、でもそれぐらい濃厚ですよね。そうです、本当濃厚です。今回喫茶店を訪れるのはコーヒーとスイーツが大好物だというフィギュアスケーターの織田信成。はい、今回も吹田市の山田周辺にやってまいりました、王子池っていうらしいですね。なんか僕こういうね広い池見るとこれ凍らしたらめっちゃ滑れるんやろうなーっていつも考えちゃうんですよね。今ちょっとやってみたいなっていう気持ちはねあるんですけどね、まあ、そういう王子池ということで今回もね喫茶店行きましょう。おお、ここかな。わ、英語で書いてる、なんて読むの、フレンディーズかな。お店いろいろ、あ、ちょっと待って、パンケーキカフェって書いてある。僕ねパンケーキめちゃくちゃ大好きなんですよ。東京のパンケーキはほとんど食べたんじゃないかっていうぐらい、まあ、大阪のパンケーキも、まあ、大体も食べに行ってて、結構パンケーキにはちょっとうるさい人間なんで。わ、ちょっと楽しみこれ。わー、ありがたいな。こんにちは。あ、どうも、織田信成と申します。よろしくお願いいたします。わ、ケーキがいっぱいだ。わー、いろんな種類ある。普通のいちごのショートからタルトもあるし、うわー、これケーキも美味しそうやな。これすごい、店カフェって書いてあるけど、こちらになります。どうぞ。こっちですね。あ、すごいすごい、あるわ、ちゃんと席が。よかったよかった。スイーツ店の中にある喫茶店、パンケーキカフェドゥードゥ。どちらの店舗もオーナーはパティシエの綿本さん。入り口から奥へと進むと小さな喫茶スペースが顔を出します。じゃあちょっと早速飲み物注文していいですか。はい、ありがとうございます。これかな。そうですね、こちらで、おすすめのドリンク、すみません、なんでここがドリンクメニューですね。あ、自家製ホットチョコレート、はい、季節限定。これ今まだあるんですか。はい、冬季ですのでございます。あ、まだありますか。はい、うわー、僕ね甘いの大好きなんですよ。よかったです。もう3食甘いのでもいけるっていうぐらい、ちょっと他の人には考えられないってよく言われるんですけど、ホットチョコレートでお願いします。はい、かしこまります。ではご用意させていただきます。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、どうぞ。暑いですね。ありがとうございます。うわすごい、もうここからするもう甘いいい香りが最高。もうわ、いただきます。暑いですよ。はい、あのね、甘いんだけど本当におっしゃったように全然甘すぎない。今まで飲んだホットチョコレートですごい一番飲みやすい。 ありがとうございます。どうやって作ってるんですかこれは。もうチョコレート、バローナのチョコレートとあと乳製品、牛乳とかを入れてお鍋で温めて、はい、ほんとシンプルなんですけども、うん、ほんとチョコレートの美味しさがそのまま。なんかそんなシンプルにできてないっていうぐらい、すごいちょっと言い方してすごい高い味が。めちゃくちゃ高いチョコレートです。でもすごい高い。そうです。味しますね。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと褒め言葉として。いや、でも多分あとシンプルな味だと思います、うん、美味しい、はい。アメリカとかカナダとかのホットチョコレートってもうホットチョコレートっていう、もうなんか甘さがもうですよね。もう本当にメジャーリーグ級の甘さがグワってくるんですけど、ヨーロッパのホットチョコレートってやっぱどこかお上品というか、結構品のあるなんか味わいな感じが
ます。ありがとうございます。合ってますか？いや、多分私の思ってる、はい、表現していただいてると思います。あ、大丈夫ですか？あ、よかったよかった。パンケーキやっぱちょっと食べたいなっていう。僕もね、パンケーキ大好きで、めちゃくちゃいろんなとこ巡ってたりするんです。そうなんですね。大阪と、まあ、主に東京の、この2拠点で、はい、すごく美味しいですよ。美味しいですか？はい、結構その小麦にこだわられてる焼き方とか、焼き方とか全てパティシエ私が作るので、はい、本当に生地もふわふわの美味しい生地で、はい、クリームもとてもどれも美味しいです、はい、店主さんがもうパティシエとしてここのケーキ全部作られてるんですか？そうですね、はい、年がバレるんですけど今年31年目になります。素晴らしい。何かそれはきっかけは何かあったんですか？そうですね、もう学生時代にケーキ屋さんでアルバイトして、はい、ケーキ屋さんになりたいと思って、はい、そこからいろいろ勉強を始めてですね。何かどっか修行とかも行かれたんですか？修行、そうですね、イギリスとかスイスとかには行かせていただいてます。結構海外。そうですね、東京の名店とかではなく。そうですね、飛んでいってしまいました。イギリスとか。そうですね、乳製品がすごく美味しかったんですよ。日本でも美味しいんですけど、はい、もっとやはりあの人間の数より羊さんが多かったりとかするところなので。濃厚。そうです、濃厚で、バターとかもすごく美味しくって、あれ違うと思って、うん、でもケーキ作りとか香料とかお酒とかあまり使わずに、はい、そのままの美味しいお味を味わっていただくように作っています。へー。あ、じゃあ本当海外の作り方通りに素材の味を生かした。そうですね。へー、あ、そうなん。はい、はー。ここそのケーキ屋さんだけじゃなくて、このカフェスペースも設けたっていうのは何かこう意味があるんですか？そうですね、ルールって名前ちょっと別につけてるんですけども、穏やかでこう気も心地いいっていうイメージ、あの意味があって、ここで穏やかに、でも本当にふわふわのパンケーキ食べていただいて気持ちよく過ごしていただきたくて作ったんです。最高ですね、本当に。いいですね。コロナの影響でしばらくお休みさせていただいてたんですけれども。あ、そうだったんですか？そうなんです。この春ぐらいから、はい、本当月1回ぐらいしかできないんですけど、パンケーキカフェをもう一度リオープンさせていただこうかと思いまして、その第一号がお客さんでございます。そうなんです。嬉しい。私たちもとても嬉しいです。何年かぶりかのお客様です。うん、でもあの、はい、パンケーキは厳しくジャッジするので、はい、かしこまりました。お待たせしました。うわ、綺麗。ビジュアル完璧。めちゃくちゃ綺麗。見た目が美しいですね。お早速いただいていきますね。溶けちゃわないように、はい、急ぎ。お願いします。クリームですね。あ、これね、パンケーキ。よいしょ。あ、かなりふわふわですね、これ。あ、確かに切るともっちり感もあるな。よいしょ、いただきます。うん、おいしい。どっちかなんですよ、パンケーキって。大体ふわふわ系かもっちり系か、これ確かにどっちも共存してるのがすごいなと思いました。これ小麦粉は何使ってるんですか？国産の小麦粉使ってます。国産なんだ、やっぱり。粉を焼いたものを食べるので素材が本当に大事ですよね、はい、もろに結構出るというか。出ます出ます、うん、はい、なのでもう食べて分かる、もういい素材なんだなっていう感じが。そうです。独自の配合と焼き加減でふわふわでありながらもっちりとした食感を実現しているそうで、あと上のこのクリームも、はい、どっちかというとちょっとその、 あのミルク感がすごくこう強めというか、普通のクリームよりも味が。そうです、この父の味というか。あれがすごい。すごいですね、やっぱりすごい。いや、もう全然、いや違いますもん、全然。すごい、うちあのケーキ屋なんで生クリームめちゃくちゃこだわってて、うん、北海道のコンセンチクの生クリームを使ってるんですね、はいはい、だから本当に乳風味がすごくて全然違う。もう本当ね、クリームを食べたら本当牧場が広がるようなぐらい。でもそれぐらい濃厚ですよね。そうです、本当濃厚です。ここはもう皆さん絶対パンケーキ食べてください。めっちゃ美味しいです。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。ここの国のこれ美味しいなみたいなおすすめを
教えていただけたら。イタリアで初めて食べたピザ、衝撃的に美味しかったですね。日本とこんななんか違うんかみたいな、生地ももちもちやし、トマトソースもね、なんかこんなに美味しいトマトソースあるんやっていうぐらい、もうめちゃくちゃ食ってましたね。イタリア行った時ティラミスも何食べても、でどこのなんかちょっとしたお店入ってもめっちゃ美味しいんですよ。だから試合行ったのにちょっと太って帰ってくるんですよね、いつもイタリアの時は食べ過ぎて。もうぜひちょっと本場のものはやっぱ本場で味わうのが一番なんやなっていうのはね感じましたね。めちゃくちゃ美味しかったです。